伊藤水子は、日本の文化人類学者で、カリフォルニア大学アーバイン校人文科学研究所の、准教授、慶應義塾大学政策、メディア研究科の客員准教授である。アメリカ合衆国と日本で育つ。日本では、西町インターナショナルスクールとアメリカンスクールイン、ジャパンに通った。ハーバード大学在籍時、前ンドティーリチュアル。 英コンパラティブアナリシスの論文を表して、東アジア研究科の学位を取得し、1990年に卒業した。その後、スタンフォード大学の大学院で研究を行い、1991年には、論文、ザ・ホリスティック・オルターナティブ、英シンボリック・アナリシス・オブ・アミ・イマージェント・カルチャーを表して、人類学の学士となった。1998年、論文、 インタラクティブメディアフォープレイ、キッズ、コンピュータゲームズザ・プロダクションズ・オブ・エブリデイ、ライフを表して、教育学科の博士号を取得した。2003年には、論文、エンジニアリングプレイ、チルドレン、S ソフトウェアザ・プロダクションズ・オブ・エブリデイ・ライフを表して、人類学科の博士号を取得した。主な専門は、メディアテクノロジーに関するもので、デジタルメディアが、リレーションシップ、 アイデンティティ、コミュニティをどのように変えるかを研究している。松田美佐、岡部大輔と共著で、パーソナル、ポータブル、ペデストリアン、モバイルフォンズインジャパニーズライフを表した。2006年には、子供たちがデジタルメディアの技術をどのように使っているかを研究するため、マッカーサー基金の助成を受けた。その研究から、論文、デジタルメディアラーニングハブと2冊の本。 ハンギングアウト、メッシングアラウンド、アンドキキングアウト、エンジニアリングプレイ、エーカルチュラルヒストリーオブチルドレンズソフトウェアを残している。主な著作物を以下に記す。ありがとうございます。